吉野俊明先生のノリチャンネル。許すと相手はもうそれ以上攻撃できない。逆恨みをすると怒りを一生受ける。許すとこちらがカードを握れる。成功するまでやり続けていると苦労したことがものすごい糧になる。水道水は浄水場から末端に行くまでは4日くらいかかる。2022年4月1日から全ての基準が緩和されたわけじゃない。規制がより厳しくなったものや新たに追加されたものもある。狩猟民族よりも騎馬民族の方が凶暴。騎馬民族は農耕民族や狩猟民族を殺して彼らの農作物やお肉を全部奪う。ウクライナはもともとハザール・カガン国。そこにいたのがアシュケナージ系ユダヤ人。彼らは回収ユダヤといってユダヤ人を選択した。割礼、すなわち生殖器を切るとユダヤ人になれる。ユダヤ教徒ではない。もともとハザール・カガン国の人たちはトルコ系の白人。ユダヤ人は民族的にはほぼイスラム教。ロックフェラー、ロスチャイルド、モルガンはウクライナから散っていた人たちの末裔、すなわち騎馬民族の末裔。彼らはもともと人を殺して食料を取る民族、今でいうお金、そういうことに対する罪の意識を持っていない。しかし日本人は農耕民族にすら分類されない民族。それは貝塚が証明している。日本人は狩猟どころか農耕もしなくていいほど豊かに恵まれた民族だった。だから日本人はものすごく温厚。続いて吉野俊明先生と A 門。誰かを助けたり命を助けたりするときに遅刻っていうカードがある。メタトロンで測定すると経営者は必ず嫉妬が出てくる。嫉妬は憧れや尊敬の裏返し。かっこ悪い。英語の発表会ではわざわざ早口で喋って分かりづらくしてくる質問者もいる。日本人はそこで聞き返すのを恥ずかしがる。白人より日本人が下っていう擦り込みがある。100メートル走は110メートル先にゴールがあると思って走る。同じように人生も125歳まで成長しようと思って生きて85歳で死ぬくらいでいい。自分の想定よりも5割増しくらいで人生を計画していれば最後まで楽しく健康に生きられる。体調管理で最も大事なことは毎朝同じ時間に起きること。そうすると疲れない。必ずしも親が自分よりも精神年齢が高いとは限らない。報酬もないのに没頭できるという変性意識状態に入れるといいよね。野生動物は今に生きている。体内時計が治るのには3日かかる。どんなに二日酔いでも朝にきちんと起きればしっかりと交感神経が働いてくれる。クリームパンはパンじゃなくて菓子パン。ワクチン教に入っている中で一番多いのが医者。抗がん剤を使いたくないですと言うと、あなたは死にたいんですかと医者に言われる。これをドクターハラスメントという。学歴や偏差値の高い人ほどアシュケナージ系ユダヤ人の中に取り込まれるというのが世界の構造である。部活動での先生やコーチからのアドバイスはみんな疑って自分で吟味する。だけど学校での勉強内容はほとんど誰も疑わない。本当は学校で習ったことを疑ってスポーツとかのアドバイスはそのまま受け入れた方が成功しやすい。続いてノリチャンネル。患者さんと同じ呼吸になることが大事。規則正しい生活ではなくて不規則正しい生活をするべき。日本のハザードマップはすごく正確。それに該当しないエリアに住むだけでも生き残る可能性は高い。いつ何が起こってもいいという不規則正しい生活をしていると有事の際に生き残ることができる。科学とはある一定の法則のもとに必ず再現性がある現象のこと。科学者の最先端は数学。現在の高等数学は5から600年先のことを研究している。物理学は200から300年先。量子コンピューターなど意味を理解していないのに使えてしまっている事例は実際にある。三井銀行と住友銀行による顧客争いはヤクザモノレベルだった。医者として治療スキルと証明スキルは車の両輪でなければならない。説明スキルは車の両輪でなければならない。仕事の本来の意味はケアプラスアンキシャティ、アンキシャティは心配する気にかけるという意味。出産は昔は3から4回に1回命を落とすような危険な行為だった。特に初産が危険。2回目や3回目は産道ができているので比較的安産できる。レイバーは男の仕事の苦しみ、女の仕事の苦しみを表す。赤ちゃんはお母さんの心臓の音を聞きたい。
日本の神様は最初から仕事をしている。偉い人ほど掃除をする国が日本。ヨーロッパのアダムとイブはルールを守らなかった罰として労働が与えられた。女性の仕事は家族や地域、村の子供を育てることにある。男の仕事は勇気と志を持って女性、家族、国を守ること。続いてノリチャンネルから。残念ながら世界は聖書的価値観で回っている。ユダヤ人は200年以上前の言葉を現代にも引き継いで使用している。今の日本人が古事記の言葉を喋るなんて無理。ユダヤ人にとって10年先、20年先なんて彼らからすると私たちの3分後や10分後の感覚。そういうふうにして彼らは長い年月をかけて計画を練っている。 SARS の時もそうだし、彼らはずっと実験をしている。優生学という世界観でこの計画を実行している。これに立ち向かえるのは冗談抜きで日本人しかいない。ユダヤ教では最後は神が裁くとなっている。しかし悪いユダヤ人たちは自分たちが神である、神の代わりにやってやると勘違いしてやっているから始末が悪い。新型インフルや SARS の時も彼らはワクチンを作っていたけれど、政府は流行後に購入してしまった。古事記は神話ではなくて暗号である。大化の改新は大陸系の民族が皇族になり済まそうと侵入してきた事件。誰が日本人であり今に至るのかを残しておかないとまずいということで作成されたのが古事記。乙松大絵は5000年前のもの、押して文学を使って記されている。結氏八代が記述されている。乙松大絵を見ると古事記の整合性がわかる。三代丸山遺跡で乙松大絵に書かれていたことがかなり出土した。聖書的解決法ではない別の答えが乙松大絵に記されているかもしれない。どんなに日本を潰そうとしてもうまくいかない。日本はその都度倒れかけるけれど、ものすごい知恵で復活する。聖書には最終的には日が昇る国から神の軍隊が起こされて革命が始まると書かれている。それは日本かもしれない。ムーンショット計画は電子空間に人を投げ入れること、偽物の天国に人を留めるマトリックスの世界。縄文土器の縄の文様は文字である。今の中学生の年代が日本を直す。悪いことをしてないからユーモアができる。悪いことをしている人は善人面をしていないとまずい。売国奴は偽善者のふりをする。職業政治家である人はマネートラップにかかりやすい。物欲、色欲がない人が政治家になれば金や女性で動じることはない。国と国との喧嘩が戦争。天王山の戦いも関ヶ原の戦いも原っぱで行われた。日本人がやったのは戦争、アメリカがやったのは殺戮。外交とは平和的に行う戦争である。戦争とは外交の延長である。白人の歴史は殺戮の歴史。ハートランドには資源が豊富にあるので、みんなハートランドが欲しい。アメリカのイギリスからの独立戦争はフランスがスポンサーだった。スイスは徴兵制で80歳の女性でも毎週日曜日に銃を扱う訓練を行っている。イギリスは不問憲法。過去に王様たちが決めたことすべてが憲法である。逆にプロイセンはすべて言葉で書く。日本の皇族は天覧試合とかあるけど眠くなっちゃいけないし、疲れちゃいけないし飽きてもいけない。これを2600年以上代々やってきている。日本国内の武士による戦争は人殺しではなくてボクシング、プロレス。白人はよくリタイアを目指す。しかし日本人は他人に何かをして感謝されないと生きている実感がない。ヨーロッパでは働いている人は奴隷。神に近づくということは仕事をしないで生きていける人っていうこと。しかし日本の神様は最初から農業の神様。神様なのに仕事をする。仕事をしている人が崇高。日本では一生懸命に仕事をしている人の方が神に近い。柔道着が白色なのは命を懸けて試合をして死んだ時にはそのまま死に装束になるという意味。日本人は手が小さい、だから手先が器用。しかし柔道は国際化されると日本人に不利になるように生地の厚みを増した。欧米人にとって諸悪の根源はトヨタのプリウス。トヨタのハイブリッド技術は世界一。ホンダ、日産、三菱とかでもうまくやれなかったけど、トヨタは他の日本メーカーに技術を教えてオールジャパンで頑張ろうとした。ヨーロッパはそれに対抗するためにディーゼルエンジンは最高ですと嘘をついた。しかし2015年にフォルクスワーゲンの排気ガス不正が明らかになった。
そして今度は電気自動車が世界標準ですなどと言い出した。大東亜戦争前の日本と同じである。ロシアがパラジウムを輸出してくれなければ電気自動車は動かなくなる。電気自動車はカドミウムやパラジウムなど微量元素をたくさん使う。道路で歩行者優先の国は日本だけ。以前も利権構造はあったけれど、国内で利権が循環していた。ワクチンを打って15分以上経ってからのものは副反応ではないという定義になっている。彼らは遅延型アレルギーという医学用語を知らないのだろうか。